静岡からいらっしゃいました。いらっしゃいました。鈴木キング秀則リーダーと、スイカのメーサーチの皆さんです。スイカさんです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ね、あの静岡から、雪かき分けながら雪が降るってすごいですよね。あの私は本当に履いてないタイプで、スタッドレスとか静岡の人は履いてないんですよ。履いてない、そっちも俺はバリバリ履いてないどう見えてんの、ね、まあいいや、ね、こちこちやってきますうまい、ね、もう何食ってんのさっきいや全然、うん、お腹減ったもんちょっと黙ってきてこれですか、これそれ何ですか、これ何だと思いますか、ね、これは何だと思いますかって話をしてるんですよ。あ、ね、これは静岡で今流行りのね、つけまつげってやつで、全国的にもこれそのうち流行るんじゃないかなと思っていて、今日紹介書に持ってきましたで、つけまつげの歌を歌いましょう。ありがとうございます。しかもまだ何も見えない、何も見させてくれない、僕の目の上のまつげ取れかけているからなのか、ベッドに置いていた初めて買った黒いまつげ、きっとあのパミューパミューがつけまつげ人口を増やしたせい、思春期に男性から女性に変わる道を探していた、汚れもないままに遠ざかる友達の背中、そして親の涙、本当の幸せ教えてよ、はぐれかけのまつげ覚えてね、今もよろしくね。マンションの階段の踊り場に転がっていたあの画像のまつげは紛れもなく僕の名のだ、迷子になりました人生、これは性転換なのか、はい、先生のせい、はい、思春期に男性から女性に変わる道を探していた、手がれもないのに手がれのないのに遠ざかる友達の背中、遠ざかる友達の背中、知って親の涙、本当の幸せ教えてよ、One more time。 思春期生、はい、同年から女性に変わる道を探していた、手がれもないまま遠ざかる友達の背中、そして親の涙、本当の幸せ教えてよ、外れかけのまつげ、マジでみんなで拍手、素晴らしい歌声せーのうー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 キャリー外れのまつげレディーはレディオでね、もうまつげだよ、ありがとう、とにかくありがとう、まだこんな時でよろしくお願いします。鈴木くん秀則だとスイカの名産地の皆さんでした。よろしくお願いします。こんな時間はちょっと諦めをつけていただいて。